ストームトルーパー、ストームトルーパー、ストロムトルーパーは、アメリカの SF 映画、スター・ウォーズシリーズに登場する、銀河帝国軍の機動不評。ダース・ベーダーやヨーダ、R2D2、c 3 p o などと並ぶシリーズのシンボル的なキャラクターである。 同タイプの装甲服や武装を装備した帝国軍の不評全体を指してストームトルーパーと呼称することが多いが厳密には各選挙区に応じた様々なタイプのトルーパーがおり名称も異なる。元はスターウォーズエピソードにクローンの攻撃に登場する銀河一の賞金稼ぎと言われたジャンゴフェットの遺伝子をもとに生産性向上のために成長を倍化させ 反乱を起こさぬ、要独立心や自我を創ぐ、遺伝子調整を施し作られた簡易クローン兵士、クローントルーパーが前身であることが明らかにされている。スター・ウォーズ・エピソード4、新たなる希望にて、銀河帝国軍の宇宙要塞、デススターにて C-3PO と R2D2 が、待機中の完成室にストームトルーパーが押し入ってくる。際、入り口のドアに頭をぶつけるトルーパーがいるが、 このシーンに後年公開されたエピソードにクローンの攻撃に手裏設定が付け足され、クローン元のジャンゴフェットもオビワンケノビトの戦闘後に自身の宇宙船に乗り込む際、頭をぶつけるシーンがあり、それが遺伝子情報としてストームトルーパーにも反映されたとエピソードにクローンの攻撃の映像ソフトのオーディオコメンタリーで語られている。だが、クローン兵は、 通常の倍インの速度で成長するため兵員としての寿命が非常に短く、自身らがシスの暗黒鏡及び帝国に加担していたとは知らずに、クローン兵を製造していた惑星カミーノの人々も、スターウォーズエピソード3、シスの復讐後に初めてその事実を知ったために帝国に、対して反径を翻したこともあり、銀河系全域を支配下に置くには、クローン兵だけではトルーパーの人員が得なくなり、 普通の人間もアカデミー、士官学校からトルーパーに充当するようになった。このアカデミーの様子は、カノンのスピンオフ作品、スター・ウォーズ反乱者たちなどで詳しく描かれている。以上の理由により、ストームトルーパーはクローン兵と普通の人間との混在部隊となった。使用する諸装備も従来のクローントルーパーと告示したものが多い。設定では、帝国時代の最盛期には、 約20億人ものストームトルーパーが存在していたとされる。普通の人間の兵員数が大幅に増えたこと、戦時下ではなくすでに帝国の支配下であったこともあり、ジャンゴフェットのクローン兵だけで構成されたクローントルーパーに比べると、兵士団体としての平均的な連動は劣る。反乱者たちによると、少なくともエピソード4、新たなる希望の5年前には、 皇帝の命令により、クローン対戦当時のクローントルーパーは全員、退役ている。エピソード4.56の劇中では、あくまで銀河帝国軍の戦闘員として描かれる、のみで、詳細については、ほとんど明らかにされていない。核兵士がヘルメットの中の素顔を見せるシーンもなく、人間らしさを唯一感じさせるシーンは、エピソード4、新たなる希望の劇中で、 オビワンケノービがデススターの内部にあるトラクタビーム発生装置を遮断するために隠密活動を行った際、警備中の二人のトルーパーが雑談をするシーンのみである。この会話へのオマージュとして、スター・ウォーズ・フォースの覚醒でも銀河帝国軍の残党が結成して設立した組織のファーストオーダーに所属しているストームトルーパーが似た内容の会話をしているほか、エピソード4。 新たなる希望の前日端であるローワンスター・ウォーズストーリーでもストームトルーパーが同様の会話をするシーンがある他にエピソード4.56作中でストームトルーパーに関する会話はエピソード4新たなる希望で主人公のルーク・スカイ・ウォーカーがストームトルーパーに変装してデススターの内部にある独房に収容されていたレアオーガナを救出しに行った際レアが ストームトルーパーにしては小柄ね、と、ストームトルーパーに変装したルークに言うシーンが損する。エピソード1.23の公開で、トルーパーに関する設定が正式に決定する以前の、エピソード4.56公開当時のストームトルーパーの中の姿に関する資料としては、1990年代前半に日本で開催されたジョージ・ルーカス店で販売されたパンフレット、 ザ・ジョージ・ルーカス・エキシビジョン内で、スカウトトルーパーの初期デザイン段階のラフスケッチ、P107 として、ヒゲ面の男性が描かれていた。これは、同書において、賞金稼ぎ、ボバヘッドの初期デザイン設定に、アーマーの下の素顔として描かれた男性のラフスケッチ、同 P68 と似た人物として描かれていた。レジェンズ、非正史に属するスピンオフ小説のスローン三部作では、 スローン大帝督が皇帝パルパティーンの遺産として秘得されていたクローンシリンダーを発見したという気が見られる。基本的には同シリーズの銀河共和国軍のクローントルーパーと同様の存在で黒い温度調整ボディグローブの上に全部で18個のパーツからなる簡易宇宙服を兼ねた白い装甲服を着用しブラスターライフルで武装している。この装甲服は大部分が ほとんどの人間に合うように設計されていて、材質は軽量な樹脂、設定ではプラスチール製で作られており、理論上はブラスターによる銃撃を防げるとされているが、劇中ではブラスターを防げているような描写は見当たらず、ブラスターの直撃を食らって次から次へと倒されている。これはあくまでも、良質のディバラガスを装填した最新のブラスターに対してであって、経年劣化した。 ディバーナガスを使ったものや、旧式のブラスターに対しては十分な防御力を示すとされるが、劇中では、イオーク族の石符や、投石や弓といったような原始的武器に対する身の守りにすらならず、少なくとも劇中に関する限りは、防御性能は皆無である。ヘルメットには簡単な環境維持装置や、通信装置、視覚補正装置、目標補足システムなども搭載されている。 ストームトルーパーに変装したルークによれば視界はかなり悪いようである。またファーストオーダー時代のストームトルーパーのフィンによれば毒ガスは防げず、このマスクで防げるのは煙だけだという。腰のユーティリティベルトにはブラスターの予備用パワーパックや鍵詰め付きフックとケーブル、濃縮食料、緊急用バッテリー、小型サーマルデトネーター、予備用コムリンクといった 使い勝手の良い道具が装備されている。この特徴的な装甲服のデザインには銀河帝国の市民を威圧する効果もあり、恐怖支配の象徴として扱われていたが、反体制派からはヘルメットの形状を揶揄され、バケツ刀などと呼ばれる子もあった。また、汎用のものの他に、以下のような様々な種類が映画作品中に登場している。他にも、 スピンオフ作品では、水中戦に特化したシートルーパー、ゲリラ戦に特化したストームコマンドを情報収集に特化したブラックホールストームトルーパー、シャドウストームトループ、主に帝国軍が鎮圧のために故意に放射線で汚染させた地域に展開する高濃度の放射線にさらされた環境下での戦闘に特化したラドトルーパー、 敵宇宙船制圧のための突入作戦に特化した銃、備えのスペーストルーパー、コルサントをはじめとする銀河系中枢の核、主要都市において警察権を行使するコルサントガードなどが登場。PC ゲーム、ダークホスには人間ではなく強化装甲を施されたバトルドロイドによるダークトルーパーが登場し、反乱同盟軍の基地を壊滅させる。 後に反乱同盟軍の破壊工作によって唯一製造工場であった宇宙戦艦が破壊されダークトルーパーに関する情報は全て失われた。エピソード4新たなる希望のストームトルーパーは基本的に左手でブラスターによる射撃を行う。左手で射撃を行う理由は 劇中では描写されていないが、ストームトルーパーが主に使用するのモデルとして、制作に使用されたサブマシンガンのスターリングは、左利き用の実際に空砲を発砲するものが使われており、発砲する際に左側に配やするためである。明確に左手でブラスターを持って発砲する描写があるのは、エピソード4、新たなある希望のみであり、続編のエピソード5、 帝国の逆襲以降のストームトルーパーは、左手で構えるシーンこそ、アモの発砲シーンではほとんど右手で撃っており、ホルスターも左側から右側へと変更されている。エピソード6、ジェダイの機関では、スカウトトルーパーがバイクに乗りながら、右手で正確に標的射撃しており、通常のトルーパーも右手で射撃した際に、レイヤーや R2D2 に命中させてみせた。エピソード4、 新たなる希望での帯ンケの帯の発言によると、平均的な射撃技術は高いとされる。帝国の広範囲にわたる領地を迅速かつ正確に制圧し、暴動を鎮圧し、秩序を維持するのが、ストームトルーパーの任務である。トルーパーの装備は量産が可能なように標準化され、トルーパー自身も厳密な製造計画によって、規格化されている。 トルーパーは決して買収されず、誘惑も、恐喝も、一切効果がない。これは、クローオントルーパーと同様に、育成段階で、プログラミング的に入力される、オーダーと呼ばれる、規範教育によるものとされている。トルーパーの訓練は、新秩序主義に基づいた完全な強旗を強調して、行われ、各員は疑いを抱かず、他者の権利や自らの安全をも顧みず、 盲目的に上官の命令に従うようになっている。彼らはその忠誠心と引き換えに個性と自らの意志を持たない兵士たちであるが、中には今までの自分の行いを恥じて反乱同盟軍に寝返った者も,もいる。また、エピソード6、ジェダイの帰還では、エンドアの森林で反ソロの罠にかかって反乱同盟軍の兵士に銃口を向けられたスカウトトルーパーが抵抗することなく降伏している。 描写がある。とも、この時点では、皇帝の策略によって後方に、味方の大軍が、すでに待機しており、このスカウトトルーパー自身が特別抵抗する必要も、ない場面であったが、帝国の主要な労働力ともなっているが、クローン兵を前進とするトルーパーの生命は極めて軽いものであり、高価で、機能的なドロイドよりも低く扱われている様子すら、見られる。 このように不遇なトルーパーではあるが、彼らなくして、銀河帝国軍軍の日常業務は成り立たない。なお、そのトルーパーを指揮する、士官等は、かつてのハンソロがそうであったように、帝国領内各地の惑星からアカデミーに志願、受験し、合格して配属された人間である。この点は、部隊長クラスを含めた全ての兵士、指揮官もクローンで賄っていた、クローントルーパーとはいな、 一般隊員は従来通りのクローンもいるが、常実の統地上軍や宇宙軍で、特に優秀な兵士が上官の推薦を受けて訓練をし、ストームトルーパーになることもある。また、前世紀の銀河帝国におけるストームトルーパーは、基本的には全て人間の男性で構成されるものとなっていたが、カノン、生死のスピンオフ作品では、特例として女性兵士で構成された。 舞台一部存在していたとされている。また、公述する、ファーストオーダーでは、女性指揮官であるキャプテンファズマが、ストームトルーパーを統率しているほか、一般兵にも、女性兵士の存在が確認できる。レジェンズ、非正史の、スピンオフ作品においても、ダーラ帝督の軍事改革後の帝国や、スローン大帝督が創設したハンド帝国など、帝国崩壊後の一部後継勢力においては、 女性やエイリアンにもストームトルーパーとなる門戸が開かれている。エピソード4.56の約30年後を舞台とするエピソード7ホースの覚醒では銀河帝国軍の残党が結成した軍事組織ファーストオーダーの新たなストームトルーパーが登場する。黒いボディスーツの上に白い装甲服を着用している点はエピソード4.56のストームトルーパーと同じではあるが ヘルメットや装甲服の見た目が若干変化している。この装甲服は帝国時代のものより様々な点において優れており、特に関節部のデザインの改良によって動きやすさが向上している。劇中のファーストオーダーに所属するカイロレンと同様のハックス将軍の発言からこの時代にもクローオン技術が存在しているらしいが、基本的には幼い子供たちを誘拐して、 ファーストオーダーの下で強制的に軍事訓練と洗脳を施しているようである。これはファーストオーダーが正規軍であった銀河帝国軍と異なる一種のカルト、集団的組織であり、士官学校などもなく、兵士を増やすために誘拐など銀河帝国以上に強引な手段を取る必要があるためと思われる。エピソード4.56において、 ストームトルーパーたちが素顔を見せるシーンはなかったが、エピソード7、ホースの覚醒の劇中で、識別番号、FN-2187 のストームトルーパーが、装甲服を脱げ捨て、新たな名前、フィンを名乗り、物語の主要人物の一人となっている。このフィンもクローン兵ではなく、幼い頃に、家族から、ファーストオーダーに誘拐され、 ファーストオーダーのもとで兵士となるべく軍事訓練と洗脳を施されてきた青年だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。